さて、イチロー選手ですね。1年目を終えまして、200本惜しかったんですけど、結構ホームランも出て、長距離砲みたいになってんね。ちょっと1万安打なんで、あと200本50年打たないといけない。お、うまい、素晴らしいね。まだちょっと2年目のスプリングトレーニングなんですけど、ちょっとしっかりアピールしていきたい。マチャド刺すぜ。おお、すごいすごい、走った。さすがに無理があるでしょ。やった、完璧ですね。ボガーツか。これぞレーザービーム。なめられたもんだぜ。あ、すごい、菊池選手ですね。これ見てください。完璧にドライだったぞ。うわあ、タティスだ。すげえ。なんか嬉しいね、知ってる選手がいると。しかもポサダとかさ、結構レトロキ選手も多分入っていく設定にしたんだろうね。ちょっと忘れてるんですけど。ドカーン。いやー、すごい。なんか顔までめっちゃリアルじゃないこれ。ちょっともっと対戦を楽しみにしたいんですけど、内頃の球が来てしまうので打っちゃうんですけど、いつの間にパドレスに移籍したんだよって話ですけどね、菊池選手。甘すぎるよ。おお、すげえ、当たりが良すぎるのかな。いいですね。オープン戦はいろんなリーグとも戦えるし、なんで大谷選手ですね。お、すごい。フォーシームしっかりドライでってるぜ。いや、ピッチャー大谷選手も見たいね。今年は、まあ打者専念なんですけど。フリーマン。すげえな、これ見たいね。フリーマン、ファースト、大谷選手、ピッチャーみたいな。あ、早い。クイック早いな。あ、ベッツショートだ。隙やり。あ、いや、行けなかった。ベッタニマン。あ、ランディ・ジョンソンなんかすげえ。51ミリオンってやばくない？やばい。現役復帰してる。今年やばいぞドジャース。ものともしない。ちょっとマジでオールスターだよね。あ、ベテランか。無敵すぎんイチロー選手。でけえな、にしても。スプリングトレーニング終わりまして、ちょっと、ベーブ・ルースとの対戦があったんで、ちょっとやってるんですけど。来た。楽しみすぎる、これは。ちゃんと二刀流してますね。防御率は 7.5。やっぱちょっとスピードも遅いんで。内頃かもしれない。見てっか、ちょっと。あ、見た。打ちたくなっちゃうね、これ、反応して。おお、何してんのセミアン。あ、なんか、ごっちゃごちゃなってんぞ、テキサス・レンジャーズ。この、便座座り打法、面白いな。あ、逃げた。いけいけ、危ねえ。イージーかもしんない、ベーブ・ルース。この現代野球においてはイージー。あったんじゃないの？ 7 フィートアウトサイドオブフィポール。よしよし、浮いたチェンジアップ。これはチャンスボール。いけ、三塁行こうか。あぶねえ。よし、めっちゃいい感じ。大興奮です。浮いたチェンジアップをガツンといきましたけど、今リッツどんぐらいかな。グローブ昔すぎるだろ。アンパンみたいになって意外と三振取ってますね。もう変わったぞ。お、4割すげえ打ってる。もう全部フレア全部当たんな。お、いった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 。ビギナーじゃないんですけどね。すげえな。技術が高すぎる。これはベストシチュエーション。何でもありやん。千賀選手がねエンジェルスに移籍したらしいのでちょっとここで対戦しましょうか。やばい、どんどんレトロ選手が追加されてますね。これいくな。やっぱいった。これイージー感。イージーゲームですね、これは。ボタンさえちゃんと押せればね、何の問題もないですよ。本当はもっとなんかレーザービーム感出したいんですけど。似てる、見てください、この顔。甘い、すげえガツンいったぜ。おお、きたー。完全にパワーフィッターやってるけど大丈夫かな。いや、マジか。すげえな。トラウトか。やられましたね。あ、これホームランキャッチかな。ルートエフィシェンシー。ちょっとあえて泳がすとこか。どうせ走るんでね、多分。走ります。バツパン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 。おお。なんだこれ。なんか23よりちゃんとやってくれますね、こういう演出を。座礁23はこんなね、綺麗になんかカモみたいに走ってくれなかった気がするけど、もう千賀選手はとっくに変わっちゃってますね。うわ、いいね。振り負けてないよ、やっぱ。綺麗なセンター返し。カモン。いや、順調ですね。ちょっとジョーダン・ヒックスと戦いたかったんでね、いつの間にか先発になってたというね、知らなかったんですけど。もうめちゃめちゃ球速いクローザーというかリリーフみたいなイメージしかないんで。速いね、やっぱり。もっと速かった気がするな、なんかシンカーとか。これヒットにしたらもう天才ですよ。おお、マジか。いける。おこれは200本打ちます。高等テックすぎない危ない。マジかよ、ヒックスちゃん。そんな器用なこともできるの。この右膝の感じがいいよね。もう80本もヒット打ってんの。すごすぎない？やばいやばいやばい。これは無理だろ、さすがに。まあ、努力はしますけど。深すぎるね、ちょっと。行くかな？いや、さすがに無理だよね。そこまでのカモにはなってくれないよね。よし、完璧。なんかそのストライクゾーンにしてからそんなに速さを感じなくなったね。まあそれかオールスターより上げていいのかな。もう一段階上げてみました。来そうですね、これはよし、勝った。ということでございまして、今回はこんな感じですかね。2年目の8月、7月ぐらいまで行ったのか。まだ6月か。いや、いいですね。ちょっといい位置につけてます。うわ、すごい。上には上がいる。アルバレス。そんなヒットメーカーだったっけな。ということで、こんな感じで、すごい。終わりたいと思います。吉田選手も奮闘してますね。以上です。